だって君の名はそんなに面白くないんだよ。面白かったじゃん。あ、だからそのなんだろうな、アホでもわかるこれぐらいの感じの SF を混ぜるとお前ら喜ぶんだろうっていう作りをしたという意味ではすごく賢いしいい作品だと思うんだけど、アホでアホなのか、アホでアホなのか。あ、ただ褒めてるよ僕。君の名はそのすごくあのよくできた映画だと思う。めっちゃ褒めてる。この動きムカつくな、ほんとに。ただ、その、だからなんかさ、その恋愛映画と、はい、あの、SF 好きにとってのちょっと SF と、うん、で、その、実はここがずれてたんだよみたいな伏線回収とかっていう意味では、すごくよくできた映画だと思うんだけど、うんうん、じゃあ、脚本がめちゃくちゃ面白いかっていうと、うん、あんな映画死ぬことあるぞ。まあまあ、王道だからそういう風に君になるかもしれないけど、あれもね、でも、新海誠作品をね、こう連続で見てた人間からするとある意味気持ちいい裏切りがあったわけですよ。あ、だからそれさ、新海誠作品っていう文脈あるじゃん、うん、J.J. エブレムスの映画を見る人はまず新海のことを知らない。知らないな、うん、で普通にじゃあ J.J. エブレムスが SF のタイムリープものを撮りましたって言って、うん、で、あ、タイムリープなんだって言って、うん、恋愛みたいな、あーってなるじゃん。あのね、まあ、タイムリープものの恋愛で成功したものはないよ、うん、ほう。タイムリープものって SF 好きが見に行くから、うん、SF 好きのが面白いと思う作りをしなきゃいけないの、うん、で恋愛もあるタイムリープものがある、うん、そのキアヌ・リーブスが出るやつとか、うん、ただそれは要素であってメインが恋愛では成立しないのよ。だって SF 映画なんだもん、うんうん、だから恋愛映画ですって言ったらいいんだけど、 J.J. エイブラムスが恋愛映画撮って見に行くか、アメリカ人が。なるほどなるほど。売り方としては確かに J.J. エイブラムスがまあ総合プロデューサーみたいな形でやると思うんだけど、うん、そうだね。ちなみに脚本はあのメッセージだっけ。ああ、そうなんだ、うん、だから超 SF なんだよね、やっぱり知るとしては。だからタイムリープものって SF で行くならいいんだけど、うん、落としどころ恋愛以外にしないと成立しなくて、まさか変わる。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。